さて、では改めまして、もう後戻りの効かない戦いに 参ります。はい、どうしようかな。さっきと一緒でいいんで、さっきどうやったっけ？ずらしてずらしてやったんですよね。スーザンここで、ムスタディオここで、アグリアスここか。これでしたっけ？これでいたんでしたっけ？さっき。ラムザここにしたんやったっけ？どうやったっけな？ラムザここやったっけな？これで行きましょうか。はい。一つね、作戦を考えてきました。まあ、ちょっと変えたところ。前回と変えたところ。もちろん職業とか全部変えてるんです。あ、職業は前回で一緒なんですが、黒魔道士、スーザンにバトルブーツを装備させてて、ムーブ1プラスしてます。これで、プレイヤーを、ターゲッティングしてから逃げ切れると踏んでます。はい。あとは、まあ、JP がもったいなかったんで、ナイトの盾装備っていうやつを一応、つけて、スーザンにつけて盾を装備させてます。まあ、本当にこれは気休めですけど。で、あとは変わらずですね。とりあえず、まあ、チャンスとしては、まずラムザで盗みにかかる。そして、それと同時に、フレアを入れる。ウィーグラフに。ウィーグラフを速攻で倒してしまうっていう作戦。よし、さっきと一緒ね。不動明王剣。ストップしなければ、まあ、ここもまず運ゲーになりますが、ストップしない。よし。あとは連続剣ですね。連続剣を叩き込んでどれぐらいダメージが取れるかっていうのもちょっと見ていきたいと思います。さあ。まずラムザは盗みに行きますね。シーフなんで取れると思うけ、取る、かなり確率は上がってると思うんですが。うわ、低いな、35%。まあでも確率かけましょう。取れ！よし！よし！この積も率、激高。すごいっす。すごいです、これ。もう一回一応狙って多分無理だよな。0%ですね。いや、これはね、もう攻撃いきますわ。当てます。36。ダメージ。移動、逃げましょうか。なるべくチって、ヘイトをいろんなところにばらかせる。弓使いが厄介やねんな。弓使いが間に合うまでにフレアをあいつにターゲッティングして速攻で逃げたいんで、真ん中の弓使いがおそらくラムザあたりを狙ってくるから、もうラムザは命ないですね。てかこいつがラムザ狙ってきたな。うわ、行かれた。犠牲に入る。よし。まあ、リゼに入ったことは悪くないことやな。よし。そして、殴りに行きますよ。もう、罪だけは避けたいから、絶対に許さんぞ。連続剣。残り306。うーしゅー！よっしゃ！めちゃくちゃ入った。これはいける。ついてる。めちゃくちゃついてる。これはいける。ちょっと笑けた。今のダメージは。でかいな。よいしょ。よし、もう行ってるやん、もう行ってるやん、もう寝てるやん、寝てるやん。バカが。おっしゃ、終わりだな。終わりだ、貴様。やべ、312、75%。ね、逃げる、逃げる。こっちでいいかな。逃げよう。ラムザに来るんですよね、多分。ラムザは死ぬ。けど、下手しにイーグラフも死ぬ。ああ、そっちか。そこ狙ってたか。見えないんですよ、見えないんですよ。イーグラフ逃げて。素手での北斗コスサイだ。知らねえな、そんなもんは。よし、ですかからず。くらえ！くらえ！怒りのフレア。よっしゃ、ボケー！よし。よかった、フレア作ってきてて。
くだが私は負けぬ、私はアリエスを持つゾディアックブレイブの一員、負けるわけにはいかぬ。あいつ変身するつもりやで。まだまだヤバいバトルが待ってる。どこだビーグラス、これまだまだヤバいバトル待ってるぞ。これよかった。でもちょっと一回戻ろう、一回戻ろう。ほんまにもう疲弊がすごいんすよ。雑魚戦やらしてよ、一旦戻らせてくれよ。トゥルルルルルルマップ、トゥルルルルルドゥッドゥッドゥールをやめてよ、ドゥッドゥッドゥールをやめて。あ、ウィーグラフ大丈夫か。ウィーグラフ大丈夫じゃないやろ、私に構うな。行けアルマ、行けイズルード、すまないウィーグラフ。あー待てイズルード。あ、ドッグンドッグン、くそ、こんなところで死ぬのか。ミルーダの敵も撃たずにこのまま死んでは、死んでいった仲間たちに申し訳が立たん。いやだ、死にたくない。このままではあまりに成績が落ちた。来た来た、成績を持つ者よ、我と契約を結べ。なんだ、成績が喋ったのか。成績を持つ者よ、我と契約を結び、そすれば汝の魂は我が肉体と融合し、これが成績の秘密。何じゃ、絶望と悲憤が我を呼び出した。さあ我と契約を結べ。ダメだイーグル、聞いちゃいけない、助けてくれ。我が名はマジンベリアス、何ぞ願いを聞き届けよう。た、た、来た、マジンベリアス、ブー出たー。でっかいね、ムキムキや。これが成績の力か。いやもうおかしなってるよ、鏡見てみ、ヒゲめっちゃ生えてんで。ウィーグラ、ラムザン、素晴らしいぞ、この力は。いや、力だけではない。時空を超えて、幾百年分の知識が頭に刻み込まれていく。なんだと、この野郎。ふくふく、慌てるな。楽しみは後にとっておけ。え？戦わへんのか？ふくふく、素晴らしい、素晴らしい力だ。出た。ああ、おかしな、酔ったで、これ。おじいちゃん、シモン先生、しっかり、しっかりしてください。これを。何？何を？この本は？これは聖アジョラの弟子、ゲルモニークが記した本です。長い間、行方不明でしたが、私がここの地下書庫で発見しました。ここにはゾディアックブレイブ伝説の真相が詳細に記されています。先生、もう喋らないで。いいのです。もう、私は罪深い男です。教会の不正を知りながら、ただ黙って傍観していました。この本さえあれば、教会の不正を暴くことができる。この本を利用してアルマ様を取り戻すのです。先生、ふう、これで楽になれる。あとは頼みましたよ、ラムザ様。あなたは若い頃のバルバネス様に本当にそっくりだ。がくり、シモン先生、とりあえずマップが終わったことがだけを確認させてくれ。そっちの方が気にかかっている。本なんかどうでもいいから。もうよかった、セーブできる。あー、つらかった、つらかったよ。あれあれあれ、イベント始まる、まずい。あ、何の気なしに動いてしまったけど、いや、ショップ行こうかな思って。あかん。あかん。大丈夫かな？あかん。ラムザだな。異国の風貌を持つ魔導士。
異端者ラムザだな。でもなんかちょっと見た目、アルマはどこだ。妹を返して欲しければリオファネス城まで来い。ただし修道院で手に入れたゲルモニークス聖典を持ってくることが条件だ。知っとるな。あんな古文書にどんな意味がある。ゲルモニークス聖典を読んでいないわけではないんだろう。読んでいない。いや、まだ読んでいない。重要な文書らしいな。お気楽なやつだ。ただでさえ命を狙われてるというのに、持っている文書の重要さすら認識していないとはな。読むタイミングなかったもん。まあいい、確かに伝えたぞ。ゆっくり歩いていかはんな。ちょっと可愛いパンツ履いてますね。おむつみたいな。戦いはなさそうかい？戦いはないのかい？あ、そっちですか。あー、そっちですか、そっちですか。伸びるね。伸びる。ちょっと待て。一回じゃ編成しましょうか。まあ、いろいろありましたね。いろいろあったけども。とりあえず竜騎士にして。雑魚バトルが発生する可能性がありますからね。よかったー、マジで。あ、そうかそうか。棒、槍か。装備させてあげないとダメですからね。オッケーオッケー。じゃあ買い物もしたいしね。もういろいろしたいし。言うてますけどもね。ちょっと時間同士になって。頑張っていかなあかんないようでやってますけどもね。とりあえず、剣術意味ないよな。ほとんど意味ないな。ほとんど意味ない。アビリティ格闘とかを、文句格闘とかをつけてあげれば多少意味は出るんだろうか。だいたい攻撃力が絶対上がってこないですからね。まあまあ魔法重視で別にいいんだが。さあ、あとは、スーザン、こいつを、召喚に、召喚、遊びたいから召喚にして、で、アビリティ、盾装備を、特殊 AP アップに切り替えて、白魔法を黒に切り替える。いやー、フレア作っといてマジでよかった。もうほんまに、ほんまによかった。もう過去の自分を褒めたいです。スタディオはアイテム誌行くか、リーフ行くか、どうする、どっちがいいかな。まあ、とりあえずアイテム誌、リーフ。どうすかな、弓使い。どうすかな、ムスタディオ難しいな。何をさせるのがいいんだろうか。アイテム誌悪くないんですよね。もうちょっとアイテム誌させとこうかな。なんでかって言ったら、オートポーション。オートポーションとか、スタディオつけたいなとかちょっと思ってるんですけど、あかんのかな。あんまり意味ないかな。ボス戦は結局気候士になると思うんでね。ここっすよ。ここっすよ。ここ、アグリアスもアイテムし。アグリアスも微妙やねんな。アグリアスはもうあれですわ。アビリティがどうのこうのというより、サポート部分のアビリティが欲しいんで、攻撃力アップとか、そういうのが欲しいんで、文句とか立てた方がいいのかな。そっちが欲しいですよね。どっちかというと。物理攻撃力アップとか、まあ、聖剣技が物理になるのかどうかっていうのがちょっとよくわか、定かではないんですけど、聖剣技の威力をもう、がっつり上げていくような、そのサポート的な能力。まあ、もしくは、まあ、オートポーションみたいな回復、自立回復能力があれば楽ですよね。まあ、こいつもオートポーション狙おうかな。あとは、剣装備。そうやね。剣装備欲しいな。アグリアス。剣装備さえできれば聖剣技ができると考えられるから、これやな。ナイトの400。これが欲しいな。うん、まあまあまあいいや。ちょっと雑魚戦と、ショップ？
トップをまず見回ろうか。ダイヤシールド来てる、よし。おお、来てる来てる、クローズキン力出す気来てる。おい、勘弁してくれ。バックまた売ってるやん、これ。プラダのバック。マジかよ。勘弁してくれ。また高いんでしょ？お高いんでしょ？いやー、これまた欲しがりよるからな。うわ、そうでもないけど。シャネルの方が高いな。でも能力はプラダの方が上。でも、シャネルは魔法、魔力アップやから、シャネルにしとこう。魔導士用のね、装備は。今、ブリガンダイン来とるんか。ここでいっか。と、アグリアスは最強試着。いや、あかんよ。P のバッグで殴るつもりか、お前は。これダメよ、これ。これ外してね、これ。これ外して、これ試着解除、試着解除。で、うん、まあ、これでいいか。試着終了。たか。あとはアクセサリーを見ておこう。変わってないかな。エルフのマントが欲しいっすね。エルフのマントが欲しいな。まあでもちょっと店回るんで、ちょっと待ちましょうか。あと、メンツが帰ってきてるか？まだや。まだ進行中や。ちょい待ち、ちょい待ち。で、ちょっと待ってね。やることいっぱいあるんだ、これ。いや、あれ買わなあかんすわ。装備を。竜騎士の装備買わなあかんからな。うわ、またイベント。いや、もう、やってもた、もう、またこれ。いや、バトルやめてよ。ほんまバトルやめて。本を読むっていうイベントかな。ゼルテニア城の教会やと。こっちか。敵サイドか。リリータ。帰ってきて、オベリア様ね。こんなところにいたのか。みんなが探していたぞ。自由にさせてんねや、ある程度。なんだ、元気がないな。おっと、こんな口の利き方は失礼なのかな。女王陛下にお会いしましては、ご機嫌も麗しく存じ、やめて！お願い、やめて。悪かったよ、すまない。あなたたちは私をどうしようというの？私はオベリアじゃないのよ。あなたたちにとって何の価値もないはず。そう、私には生きる価値なんてない。そうだな。確かにお前はオベリアじゃない。それどころか本当の名前すらわからない。貴族なのか平民なのかも不明だ。私の生きてきたこれまでの時間は一体何だったの？王女の身代わりとして育てられ生きてきた。ふふふ、おかしなものね。王女なのに王都から離れた修道院で一生ひっそりと暮らさなければならないなんて。どうして私だけがそんな風に生きなければならないんだろうってずっと考えていた。でも私一人が我慢することで異国の平和が続くならそれでもいいと思ったわ。あの悲しみ、あの寂しさ、一体何だったの？お前は俺と同じだ。偽りの身分を与えられ生きてきた哀れな人間だ。いつも誰かに利用され続ける。努力すれば報われる？そんなの嘘だ。努力しないでもそれに近い奴だけが報われるのは世の中の構造だ。多くの人間は与えられた役割を演ずるしかない。もっとも大半の人間は演じていることすら気づいていないけどな。俺はそんなのまっぴらごめんだ。俺は利用されない。利用する側に回ってやる。俺を利用してきた奴らにそれ相応の償いをさせてやる。あなたは何をしようというの？俺を信用しろ、オベリア。お前にふさわしい王国を用意してやる。俺が作ってやる。お前の人生が光り輝くものになるよう、俺が導いてやろう。だから、そんな風に泣くのはよせ。信じていいの？俺はお前を裏切ったりはしない。死んだ妹、ティーダに誓おう。だからもう泣くな。キスをしろ。キス、キスをしろ。はぁ。いいねえ。リリータいいねえ。リリータ絵は、一番好きです、リリータ。かっこいいなあ、こいつ。よし、セーブしておきます。はい。
時間ですので、はい、ということで見ていただいてありがとうございました。ちょっと装備などうろうろしながらレベル上げももうやっておきます。はい、付き合っていただけるという方たくさんおられると思いますが、本当に冗長な戦いになっちゃいますので、とりあえず竜騎士の装備集めたり、また竜騎士のレベル上げたり、あとは必要なものを、いろいろ買い揃えたりやっていきたいと思います。ということで見ていただいてありがとうございました。非常にやばかった戦いでしたが、なんとか終わらせることができてほっとしてます。では皆さん見ていただいてありがとうございました。